上野公園水上音楽堂への行き方&御徒町からの問い散歩ということでやってまいりました。久々でございます。まずはね、上野公園の行き方をご覧ください。ということで、問い散歩ということで、御徒町周辺のおすすめスポットを紹介していきます。見たことありますね、これ。なんかね、そうですね、皆さん大好きなサイゼリヤでございます。今回は御徒町からも近い広小路駅周辺にございますサイゼリヤ広小路店に来ております。キョロ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 、間違い探ししてるんだろうけど、これね、なんかこういう生き物いない？なんかに似てんな、これ。なんか似てるよね。強すぎるでしょ、これ。おかしいなぁ。ドリンクバー飲みながら間違い探しをするっていうね、もう私の定番スタイルでございます。皆さんやったことあります？激ムズいと言われているサイゼリヤのね、間違い探し、ぜひやってワンマンライブ来てほしいです。私大体サイゼリヤ行くとこのメニューですね、小エビのカクテルサラダとディアボラ風ハンバーグを食べるっていうね、はい、クルーリンバーツっていうのですね。大体このディアボラ風のディアボラだけをお腹いっぱい食べたいなっていう感じで口が臭くなって次のところに向かうんですが、上野公園たぬき工事でいいのかな、これ。札幌にもあるんだけど、たぬき工事っていい感じの路地がありまして、結構路地多いんですよね、御徒町駅周辺。ぜひ路地散歩してほしいなと思います。いい感じの、お店も多くって、ちょっと一杯引っ掛けたい方なんかはおすすめでございます。そしてこちら、御徒町駅から秋葉原までをつないでいる、高架下にある新しくできた、商業施設ですね。ちょっと難しい読み方なので、下のカタカナを自分で読んでください。こんな感じで高架下にかなりこう店を構えておりまして、どっちかっていうとこうクラフト感のあるお店が多いです。いい質のものを、なんていうの、志高く制作している方々のお店っていう、なんかちょっと偏見マジの言葉遣いですが、秋葉原と御徒町をつないでる結構長い路地を高架下でこんな感じでお店を構えていて、あまり見たことのないタイプのお店も多いので楽しめるかなと思います。意識高い系って言われたらそうですし、ちょっとお財布の紐もかなり緩めないと買えない高価なものも多かったですけど、とても見ていて面白いものが多かったなっていうところですね。私のおすすめはこの靴下屋さんなんだけど、見てください、永久交換保証って言って、だいたい780円くらいだったんだけど、一足買うとその靴下永久に穴開いたりすると交換できるっていうね、4足くらい買ったら一生靴下を買わなくてよくなるっていうね、おすすめです。この日本百貨店、こちらもすごくおすすめで、よくあるお土産屋さんみたいなものなんですが、いろんな地域で作っている伝統であったりとか、志をこう持ったクラフトの作家さんたちが作っているものが多く見受けられました。食べ物とかもあって、あんまりね、よく見た、あんまり見たことのないようなこのゼリーとかも超素敵だったけど、お土産などにもいいかなと
思います。自分ではちょっと高めで買えないけど人にはあげたくなるなっていうものが揃っているお店のように思いました。私はいぶりがっこタルタルソースを人にではなく自分に買いました。いい値段でしたけどね、たまにはそれもいいですよね。でこちらです。こちら上野の商店街にあります肉の大山さんですね。こんな感じで立ち飲みっぽい感じにもできておりまして、もう直接頼んでその場でもらって、で上野の道に沿ってテーブル、簡易テーブルがあって座るみたいな。室内じゃないのでね、今ちょっと室内で飲むのちょっとなっていう方もご利用いただきやすいですし、金額も安いですし、食べ物もね、この揚げ物系、肉屋さんでやってる揚げ物系とか、あとポテトとか、かなり安い値段で食べられてるので、サクッと飲みたい人に本当におすすめですし、このね、私が飲んでるこのトマトサワーが本当にこのお店美味しいのでおすすめです、ね。結構上野ってこういう感じで外で飲める店が多くて、ちょっとコロナ禍でかなり閉まっていたんですが、やっとね、解禁されている店も多いので、この11月ののろしボリューム4のタイミングでは、もしお酒好きな方いたらぜひぜひ解禁して少し簡単に飲んできていただくのもいいのかなと思います。まあ、席はこんな感じで本当にね道路に面してとか歩道に面して、商店街というか上野のアメ横のね道に面しておりまして、まあ、換気はバッチリっていう感じですね。で奥もね、結構高架下、店再開してますけど、向こうはね外でも結構ごちゃごちゃしているので、ちょっと肉の大山さんくらいまで歩いてきていただくと、こんな感じでゆっくり飲めるかなと、ね、こんな感じで本当普通にささっとそこにそこからご飯も出してくれて、お酒も出してくれてっていう感じなのでね、上野感はかなりあると思うので、未体験の方はぜひ、揚げ物もとても美味しいです、肉の大山さんです。でこちらですね、ちょっとその立ち飲みのスペースから少し行くと店内にも入れまして、肉の大山さん同じ店なんですが、またちょっとちゃんとしたメニューが、肉メニューがある居酒屋じゃないんですけどレストランですね。肉の大山さんのレストランもございます。接客、何この動画、何これ、ちょびっくりしちゃった今ちょっとメニューもこういう感じでもつ煮込みとかもありますし、あとローストビーフとかもあるし、定食系でがっつり系も多いですし、あとはもちろんお酒も今は飲めます。あと店員さんもとてもね素晴らしいので、会話を楽しみながらお酒飲んでほしいな。ぜひこのタイミングで上のちょっとね、のろしのタイミングをマジでお酒飲めなかったんで、ぜひ楽しく飲んでほしいなと思います。ということで皆さん乾杯。美味しいお酒でございました。ね、このあとね別に全然お酒飲んでないんですけど、私の中のサザエさんが爆発するのでちょっとご覧ください。大丈夫ですか？これキャンセルします。まだ間に合います。大丈夫ですか？はい。ください。先をください。先をください。大丈夫？ねえ、やばいでしょ。いいですよね。店員さんがね、アルコールキャンセルしますかみたいなね、ちょっとスマートなねジョークも聞いて、かなり肉の大山さんおすすめなので。店員さんとのやり取りも楽しんでください。メニューはこんな感じで、ローストビーフ、これ超絶美味しいです。一皿めっちゃ入ってますけど980円くらいで安いしおすすめです。あとはもうメニューちょっとパパッとなりますけど、おつまみ系もあるし、こんな感じがっつり定食系もあります。しかも夜も大丈夫で、あとはアラカルトな感じで頼むこともできるし、お肉の店なのでステーキとかも食べられるし、お酒も豊富って感じで結構混むので早めに飲むのがおすすめです。肉の大山さんぜひチェックしてください。さあ、いよいよ近づいてまいりました、トイトイテワンマンライブのロシボリューム4上野公園野外ステージでの開催です。最後は告知動画でお別れです。絶対来てね。都内某所、11月20日のワンマンライブに向けて、トイトイトイは VJ ボリさんとミーティングを重ねていました。今回のワンマンライブ、どんな演出になるか少しだけお見せいたします。この街を君は出て行くんだね、僕を置いて
VJ ボリ×トイトイトイ上野公園野外ステージいっぱいに広がる素敵な光景を皆様目に焼き付けてください。これよりもっとすごいです。11月20日上野公園野外ステージトイトイトイワンマンライブのろしボリューム4チケット発売中です。